はいどうも、しゅうてぃみです。りょうへいです。そして、トニケ町の加藤優です。三上美穂です。佐藤優衣です。お願いしまーす。ありがとうございます。打ち合わせ通り、はい、しっかりやってくれました。ありがとうございます。というわけで、本日は、ただのスタジアムですかね。中英新金スタジアム、はだのでございます。あ、すいません、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。初めて来ました、はい、加藤優さんの地元です。地元です。ありがとうございます。ありがとうございます。遠方まで本当に来ていただいてありがとうございました。近かったです。めっちゃ近かったです。絶対嘘。いや本日はサニーキャッチボールっていう、はい、女子野球塾、ね、女子野球塾です。の、あの取材ということで、はい、僕ら来させていただいて、はい、いやありがとうございます。いやとんでもないです。男ですけど大丈夫ですか。あ、そうです。あの男子禁止制なのでちょっとカツラでもかぶっていただこうかなと思ったんですけど、はい、まあ、それは大丈夫です。大丈夫ですか。ドンキーかと思った。本日は、まあ、2部構成で、はい、やっていくんですけど、どういった2部でいきますか。そうですね、あの前半戦は、はい、あの低学年 1,2,3 年生の女の子たちがいますので、はい、その子たちに指導しますと。で後半は、4,5,6 年生にご指導していく感じになります。なるほど、はい、どんな指導をしているのかすごい気になるので、はい、加藤優さんが実際にどういうことをしているかもう本当バッチリ撮らせていただいて、うん、何を喋っているかもあのマイクでもうしっかり撮るんでやばいね、プレッシャーが。プレッシャーが6月ぐらいから、はい、6月から、はい、ね、始められたということなので、はい、これからどんどん多分女子あの選手がね入ってくると思うので、はい、いいところをたくさん見せましょう。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ三上さん、あの以前撮影させてもらって、そうですよね、その時にサニーキャッチボールさんの方をご紹介させていただいて、ありがとうございました。おかげでこのね、はい、機会をいただいたんで、ね、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。もう緑になっちゃって髪がね、あちょっとなんかオレンジなのに、これ終わるとちょっとちょっとジョーカーみたいになっちゃって。ジョーカー。加藤さんもよろしくお願いします。初めまして。お願いします。初めまして。どっかでやられたんですか。彼女は横浜隼人高校出身、もう今記憶に新しい優勝しましたよね。そうなんですよ、優勝した。え、まだ卒業したっすか。はい、19歳現役じゃないですか。現役だ。現役ですからまだ復帰したんでね。現役、はい、ありがとうございます。すごい強力なコーチも、ね、入ったということで、はい、楽しみにしてますので、よろしくお願いします。お願いします。今あります。今私もこの目の前で母がいいってやってて、あ、すごい、そうそう、そして、この次がね、こうなんですよ。何か、違ったら、もうずれてると新しくできます。ありがとうございます。あそこの部屋と、あと今ね、荷物が置いてあるのがこのジムルーム。お願いします。開けるとこっとここもこれちっこいの、またそれだけがないんじゃないですか。 JQ になるように、はい、あのこのこのさ黒いのあるじゃん、はい、これをその棒にね刺すの。あ、そう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 、あ、そういうことそういうこと。こうやって刺してもらって、はい、で、クッション、これですね、このポッチのやつを刺した、
刺して、やばい、ミユコ届くかな、一応さん助けてください刺したら、これ上げていくんだけど、これ真ん中ちょっとさ、積んでこう曲がるようになってるから、それでこの白いのをミホちゃんいけるかしら、ミホちゃんちょっと助けて、いけるかしら、いやいやいや、お願いします、キャタス、お願いします、ちょっとこれミホちゃん厳しいな、キャタスだね、ミホちゃん、いいよ、もし曲げるよ、もし曲げる、いける、いける、あ、パワー、パワー、若い、若い、よかった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 、オッケー、で最後これ染めたら完成でございます。おー、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと一人大変ですけど、よかった、これ届いたのがよかった流れは外野でアップして、はい、でキャッチボールして、で守備練習して、で、まあ、バッティング最後して、でラスト遊んで終わり、はい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 、いやー暑いなー。ありがとう、ありがとう、ありがとう、はい、すごいですね、ブルートゥースなんですかこれ、そう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 、すごい、ブルートゥースなんで、ブルートゥース、大丈夫です、わかりました、全部拾われてるやばい、今日道具運びなんです、あ、いよいよ、今日道具運びなんです、いよいよ、裏方、裏方、ボールもそうだね、裏方なんで、5箇所開けちゃおうか、裏方、いい、お手伝いさせてもらおうと思って、あ、すいませんいや、いいし、いいし、ありがとうございます、お手伝いやろうと思って、あ、じゃあ、ここですか、ここですか、ここですよね、はい、すいません、ありがとうございます、はい、なんか、なんか、大きく、大きくな、みんな言うけどなんか久しぶりに、そうなんすよ、お会いして、あの、なんかガタイマックスだなと思って、ちょっとあの、ボール飛ばしたいかために、増量されてるんですか、身長も大きいんですね、181ですよ、僕大きい、でもなんか身長よりも大きく見えます、いや、よく言われます、最近最近誰に会っても言われるんですよ、そうですか、でもそうですよね、何年かぶりですけど、そうそう、もう3年、2019に取材行かしてもらったんです、女子プロから、あの時はまだ10キロぐらい多分、おお、痩せてましたけど、はい、今バン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 飛ばします。マジですか、え、見たいな、でかい、ロングティー見たい、ね、前やりましたけど、まずコツ教えたんですけど、全然ダメです、声だけは出るけど、声出してるんですけど、ショートの後ろとかのフライでした、あー、ポカーン気持ちは言ってるんですか、気持ちは言ってたね、そうか、なんか私って結構その飛ばすタイプのバッターじゃなかったんで、なんか子供たちに、まあ、子供たち強く振るのも大事なんですけど、どうだろうな、なんか子供たちに伝えられる飛ばすコツみたいなのってあります、難しいかな、まず振ることだもんな、子供は飛ばすというかもう楽しむ、楽しむでだけでいいと思います、うんうん、勉強になります、いやいやいや宮野原くんが言ってました、あ、編集しながら宮野原さん、私もつながりがあって、あります、はい、そうなんです、バッティング準備 OK です、はいはい、もし私がどうしてもなんか来れなかった時のことを考えて今ちょっと、あ、もう大丈夫ですね、そう、伝授してます、覚えてます、はい、じゃあアップの場所なんですが、はい、大体いつも外野でやりますということなんで、5歩ぐらいの時に1箇所と塁間手前ぐらいに1箇所の間隔でいつも置いてるけど、多分さ、ま、いつもいないことはないじゃん、なんかこういない時とか、もしやれたらそのゆいがハヤトでやってたアップとかじゃないけど、なんかもうガラッと変えてやっちゃってもいいかなと思って、ちなみにいつも高学年こっちでやって、低学年こっちの芝で、そうそうそう、やってんだけど、私結構方向感覚っていうのかな、なんかバグってて
いつもあの子供たちに直されるんだよね。もう準備しといて、うん、あれなんですか、そう、そう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 、迎える感じ、迎える気にする感じかな。ちょっと同じぐらいに置いてもらって、私もめっちゃバグるんだよなこれ。ぐちゃぐちゃあっはい、うん、いいと思います、ありがとう。で、いるときはちょっと3分前にピーって鳴らしてもらって、で、ラスト3分前にピーって鳴ったらラストするような流れが、まあ、ちょっと別にこの時間通りじゃないと全然大丈夫で、まあ、守備と打撃が高学年は20分ずつ流ってて、で、最後まで一緒です。はい、ありがとう。こんにちは。あ、はじめまして。こんにちは。加藤です。こんにちは。清水さんで、はい、お名前ってさきちゃんです。はい、あ、さきちゃん。はじめまして。はじめまして。びっくりしたよね。そっか、そっか。私もあのいつもオンラインなんですけど、今回の球場に来させていただいて、はい、三上です。お願いします。そう、初めて来てもらいました。そうなんです。よかったらお荷物ここで。いつもこうご家族の方上とかで見ていただいてるんですけど、はい、今日最初なんで、よかったら中で、はい、はい、女の子だけに、まあえてちょっと絞らせてもらったんですけど、たまたまね、なんか検索してたら出てきた。あ、本当ですか。よかったです、ありがとうございます。ご連絡いただいてありがとうございます。みゆちゃん来ました。あ、みゆちゃん、あ、みやちゃん、やっほー、こんにちは。はい、こんにちは。こちら、井川にやちゃんで1年生です。そうで、今日体験で来てくれたんだけど、清水のさきちゃん、さきちゃん2年生です。はい、あと3年生の子が後で来るので、低学年は全部で今3人なの で、今日体験の子も来てくれて4人なんですが、1人お休みなので今日3人でやります。はい、次回予告になります。最初は低学年の子たちの練習を皆さんで教えていっております。加藤さんの指導の時の目線が小学校の選手たちと同じ目線、これはみんなくっついてきますよね。いや、加藤さんさすがです。そしてバッティング練習、これマンツーマンで指導しております。はい、そしてこれが最後に遊びと言っていたやつですね。ただ遊びの中にもトレーニングを取り入れています。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。